はい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。この動画、新資源は限定です。定期的にやっている私キャベツがめっちゃキショイ回になってますんで、キショイ私を見たくない人はブラウザバックしてください。いつもねこういう動画出すと登録者いるのよ。だからそういう動画嫌いならもうブラウザバックしてくれ言うたからね。うん、もうここで言うたから、はい、まあサムネとタイトルにもあるように、今回レビューでもニュース動画でもございません。ただ今界隈で話題になってるやつを鑑賞し楽しむだけの動画よ。そう、ステラブレードニーアオートマタコラボがすんごすぎる。はい、これね、先日10日も昨日でございます。こちらから配信開始しております。ステラブレードの有料ダウンロードコンテンツになるんやけども、ついにね、あのステラがニーヤとコラボしまして、衣装やらが追加、同時にフォトモードも追加されたんですけども、これね、巷ではめちゃくちゃ盛り上がってんだよ。なぜか。そう、H やからや。それだけ。本当はね、もうこれするつもりなかったんですけど、 SNS 開いてもやたらと流れてきててめっちゃ楽しそうやから、なんか俺もやりたいなと思って、昨日の夜ですよ、ダウンロードしてもそっからシコシコいろいろアイテム集めて、ほんで衣装の入手しました。たまにはこういう箸休め動画もありでしょう。そして先に感想を言っとくと、これめっちゃええぞ。久しぶりにステラブレード起動してみてやったけど、あ、このコラボめっちゃええね。ステラブレードね、プレイしたことのある方ならわかると思うんですが、本作ですね、ニーヤからめちゃくちゃ影響を受けてて、ストーリーももうニーヤオートマタみたいな感じでございました。発売前にオートマタの横太郎さんとキムヒョンテ、まあこれシフトアップのですね代表の方との対談インタビューとかも上がっておりまして、そこではとても魅力的な要素が多いゲームですので、ニーヤオートマタの特定の部分を取り上げることが難しいほど全般的に影響を受けています。その中でも特に強い女戦士が滅亡した地球を舞台に冒険を繰り広げるところが魅力的でした。クオリティの高いストーリーが特に印象的でした。全エンディングを見るほどやり込みました。ただそのセンスは私にとても真似できないものなので、大枠以外は別のテイストになってると思います。ニーヤオートマタを初めて見た時のインパクトがすごかったので、プレイの内容にも様々な面で影響を受けていますという感じでね。うん、本当にね、このゲームってニーヤなのよ。滅亡した地球舞台にしてるし、キャラも露出高くて 2BA2 をね彷彿とさせるんで、あ、これニーヤじゃねえかとレビュー上げた時に、さすがに影響を受けすぎててストーリーに既視感しかねえみたいな、ちょっと酷評気味で言ってたんよ。展開設定ほぼニーヤやから先が見えちゃうんよ。だからこういう HH とか以外はまちょっと微妙かなみたいな感じで思ってたんやけど、今回のコラボ、うん、これもう100点満点でございます。いつかコラボ来るんやろな思ってたら、ちゃんとコラボやってきてね、歓喜上がりました。そしてフォトモードも同時実装してて、盛り上がりがこれ凄まじい。 SNS ではこんな感じでみんな写真上げてましたね。すごいよ。うん、他のゲームのフォトモードとはやっぱ一味違うね。普通のゲームのフォトモードとかってさ、見えないところやっぱ隠すじゃん。見ちゃいけないところって隠したりするんですけど、ステラブレードはそもそもでも見えちゃってっからさ、もうどうぞどうぞご覧ください、もうこれ楽しんでくださいみたいなスタンスで来るんで、ありがとうございますみたいな、ただただ楽しいっていうね。ちょっとね、ユーザーのやつも見てほしいんですけど、フォトモードこれはダメだわ。ここまで時間が解けるフォトモード初めてだな。欲を言えばキャラの軸回転とシーンのコマ送りがあれば完璧だった。アップデに期待しよう。確かにこれはそう、キャラの軸回転、シーンのコマ送り、これあったらよかったよね。まあでも今後追加されそうな気はします。フォトモード起動しまくって先進まない、ビクビク進んでたアルテスレボアも特殊照明があるとて撮影場所を探しまくってる。ステラブレードのフォトモードよくできてる。フォトモード史上一番楽しいかもしれん。衣装のためならお使いクエストもこなせるに続いて、可愛い女の子の自撮りは最高に楽しいというコロンブスの卵をまた生み出してしまった。はい、ということで今回ですね、実際に私も初見でプレイしてどんなもんなのかと感傷を含めいろいろやっていきます。では紳士ゲーマーの皆さん楽しみましょう。はい、実際に見ていく前に今回何が追加されてるのかってところ軽く見ていきます。まずリリース日は昨日ですよね、11月20日です。価格は1100円です。そう、有料です。今後ステラブレードがコラボとかする場合は有料になるみたいですね。それ以外は無料で追加されるようで、じゃあね、有料だから大ボリュームなのかというと全然やね。何かしら 2B が出てきてなんかストーリーに絡んでくるとか、そんなん全然なかったで、ただシンプルにフォトモードと衣装だけが追加されてると。うん、めっちゃ少ないのよね、内容量的には。普通のゲームやったらこの衣装とフォトモードだけで金取るってどないやねんってなるんやけど、今回のダウンロードコンテンツね、個人的にこれはもう2000円くらいの価値あるわ。 PS5 プロはこのダウンロードコンテンツのために買ったと言っても過言ではないほどに良い。何がいいかって、うん、H だからや。H だからです。私ステラブレード HH 覗けば正直にゲームとしての評価80点くらいだって言って出ましたよね、確か。でも今回追加された衣装とかゲームの魅力、楽しみっていうのはクッソ上がってるね。やっぱ 2B 偉大やなと、ニーアオートマタは偉大なんだなとしみじみ感じましたよ。そんなコラボ、今回ね、何が追加されているのか、これ公式に載っております。ステラブレードのニーアオートマタダウンロードコンテンツ、フォトモードが11月2日にリリース。ステラブレードファンの皆さんこんにちは、いつも愛とサポートありがとうございます。ステラブレードの歩みは皆さんの情熱によって支えられてきました。そしてファンの皆様が私たちにあらゆる課題に立ち向かう勇気を与え
えてくれました。今日は2つの特別なお知らせを皆さんにお伝えできることを嬉しく思いますっていうのが、これ9日前に投稿されてた記事でございます。でニーヤとのコラボでございますけれども、ニーヤオートマタステラブレードに大きな影響を与えましたキムヒョンテ監督と横尾太郎監督の相互尊重と創造性に富んだコラボレーションがこの成功につながりました。その中心にいるのはニーヤオートマタの異色キャラクターエミール。ステラブレードの世界にエミールのショップがサプライズ登場、コラボ限定アイテム11種が登場、両作品のいいとこ取りのアイテムがより豊かな世界へと誘いますって感じで、あのね、これだけなのよニーヤオートマタのコラボ内容。そう、あのアイテムが11種登場して、それをエミールが売ってるってだけなんすよね。でね、これさらに言うと一個注意点というか腹立たしいなと思ったら、このゲームクリアした直後のデータへとわざわざ最初からゲームプレイして荒野大砂漠フィールドを解放するところまで進めないとダメなんですよね。なぜかというと今回の衣装、荒野フィールドと大砂漠に落ちているアイテムを収集してエミールと交換してもらう必要があるんですよ。そして思い出してほしいんですけど、このゲームってねオートセーブでセーブデータスロット1つしかないの。でクリア後のデータはラスボス手前で固定されててファストトラベル不可になってるんです。だから最初から進めないとダメなの。これ腹立たしかったね、ここはね本当に注意でございます。クリアしてから全然プレイしないけど今回のダウンロードコンテンツ来てるからやってみようかな思ったらちょっと手間はかかる。まあ大体ねスキップとかいろいろやってて私は2時間ぐらいで行きましたけど、2時間ねあのまた同じあのシーンとか見ていかないとダメなので注意は注意なんだが、発売直後あたりから今までってね何回かアップデートされてて衣装とかも追加されてるので、その衣装を楽しみつつプレイしてると、まあ許容できるかなっていうような感じやと思うから、まあ久しぶりに起動してみてはいかがです。そして他の機能としてはですね、フォトモードですね。このフォトモードがですね、ニーヤオートマタコラボとのシナジーがもうすごいです。後でも見ていただくんですけど、今回追加された衣装っていうのはとてつもないので、それをフォトモードであんなアングルから見れんのかと、こんなアングルから見せてくれるんですかと思う。で、他にも4つの新しいコスチュームと1つの新しいアクセサリーが追加。新しいアクセサリー、レガシーのシンボルを装着すると、滝モードの外観とプレゼンテーションが変わります。更新されたコスメティックでゲーム体験を一新しましょう。さらに6つの追加言語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、ラテンアメリカ、スペイン語のリップシンクサポートとかね、まあこういうのがいろいろ追加されております。個人的にあこれいいなって思ったのはポニーテールの長さリストにポニーテールなし機能が追加されたってことですね。まあプレイされた方ならわかると思いますが、主人公のイブちゃんのこのポニーテールとか髪型自体をね変えれたりはできるんだけど、ポニーテールがね一生残ってたね。ちょっと短くとかはできてたんですけど、なしがなかったので今回ようやく追加された。フォトモードもポニーテールも最初からこれ実装しといてくれよって思ってたりはするんだが、ダウンロードコンテンツが素晴らしいほどになってるので、まあ許してやろうかなという感じです。まあこんな感じで追加されたものとしてはめっちゃ少ないんやけど、満足度は非常に高かったですね。このために PS5 Pro 買ってよかったなと思えるほどに私は満足しました。 2B というゲーム業界随一の最強デザイン衣装にイブというキャラクターがこれほどマッチするのかと。でマッチしているだけじゃなくて、本作ニーヤオートマタに影響を受けて作られただけあって、今回のコラボのリスペクトも強い。厳密に言えば忠実度ですよね。ニーヤオートマタでプレイしてた時のあの 2B のディティールというか、あの衣装を着てる 2B こう見えてたよね、細かいところまでこだわってますね。っていうかもうニーヤオートマタ発売されたのめっちゃ前やのに、未だにニーヤオートマタコラボって至るゲームで実施されてるよね。でやれば絶対盛り上がってんのすごいなと思います。これほど金のなる気はないぞ。 2B デザインしたデザイナーは本当に素晴らしい仕事をしました。はい、こんな感じで、まあ次は私の初見リアクションどうぞ。しゃあお前めちゃくちゃ時間かかったんだがここまで来んの。いやーちょ待って、こいつ倒さなあかん。あのね、私前までクリアした段階でネストっていうとこにおったのよ。あのラスボス手前ね、ラスボス手前やったらファストトラブでトラベルできないのよね。だから最初からやり始めたんすよ。でわざわざね荒野まで来てカンカン集めてよ、この星の涙っていうやつが必要なんですけど、これ交換するためにめっちゃ時間かかったんやけど。で6つしか取れてないのよね。大砂漠っていうとこで残りのやつ取れるんすけど、それもな、なんか中間あたりまで行かんとダメやから時間ないのよね。これでまあ3つ買えるってことよな。いやまあこれは確定でしょうな。いややっぱ好きやな俺で、これね、ヨルハ2号、これもエチンだが、これすごいかもしれへん。ケツがすごいな。いや A2 もね欲しいんよな。 A2 も欲しいんだけども、いやー迷うな。いやまあこっちの方がコラボってるもんね。こういう衣装を見て楽しむいっちゃんのあのポイント、一番大事にしてほしいところ、もうこれ一つなんですよ。あの皆さんに教えます。心の中のおじさんを解き放つんだよ。いつまで躊躇してんだ。心の中におじさんみんな秘めてんだよ。それは男女関係ねえ、お前らこっち来いってな。俺らも友達じゃん。
好きやわ俺本当にこういうの俺好きやわ本当にこういうの、下品じゃないのよね。下品じゃないから逆にいいんだよな。わかるかい、この下品じゃないっていうのは非常に大事なのよ。まあ、この衣装も、まあ、相当ハレンチだよ。相当ハレンチだけども、まあ、このイブちゃんの肉体をもってすればそれはハレンチというよりなんかもう麗しき麗しゅうございますのよ。まあ例えばよ、このまあもうこのさ表情とかもさ完全に下ネタじゃん。下ネタでもうこの胸元とかもすごいことになってるけど、筋肉よね、この筋肉、筋肉を見ていただきたい。筋肉を見ていただければ分かるんだけども、彼女はねある程度というよりかなりたくましい、育っている、非常に麗しいございますけれども、まあこのねあのたくましさがあることによってこれは努力の賜物だと、それを私たちに突き詰めるように突きつけるように訴求してくるから、これはねもうハレンチじゃないのね。例えばこのお尻、まあこのあのこのこれすげえぞ、これすごいなマジで。いやまあケツっていいんだよ、うん、別に説明しねえけどね、努力の塊なのよね。うん、ケツってね努力を可視化できる唯一の存在なんよなと、うん、ケツなんてただただ人によっちゃよれてるし垂れてるじゃないですかと。違うんよ、もう考えてみ、あのなお尻っていうのはその人の努力苦悩それぞれ意味があってその人生詰まってんのよね。下半身っていうのは人間のに筋肉のまあ 50% 以上占めてるわけよ、まあ、そのほとんどにケツそして大臀筋そしてこのねあの太ももあたりに詰まってるわけですわ。つまりこれっていうのはこれは努力の賜物なのよね。この人生を表してんだわな。なケツっていうのは人生が詰まってる人生なんだよね。ケツってすなわち愛なんだよ。愛が詰まってんだケツには。だから好きだよな。まあ、ニーヤコラボっていうのが始まりまして、てか始まったてか昨日実装されたんですよね。まあ、1100円で購入できまして、私購入いたしました、昨夜。購入したんですけれども、悲劇的なことがあってね、このゲームクリアすると、ネストっていうところで、なんやろ、定位置になっちゃうのよ。クリア後、最初からやり直すと、本当にね、最初からになっちゃって、今回のダウンロードコンテンツを入手するまで時間かかっちゃうのよね。だからね私クリアしてそのままにしてたからわざわざ最初っからやり始めたのよ。でこの砂漠に来るまで時間かかって、マップそれぞれね落ちてあるこの星の涙、これな8つのうち俺6つ入手しました。で1つの衣装につき2つ必要なのよね。エミールちゃんがちょっと運んでくれてんねんけど、で3つ買いました先ほど。それが、この夜は非公式儀礼服。これ非公式なんや。まあ非公式だろうな。でもこれすごいフェティシズム詰まってるよね。何がいいかって、やっぱね、これ誰がデザインしたかわかんないですけど、スケベじゃねえのよな。スケベだぜ。確かにスケベだ。俺は、これを先ほどから30分くらいまじまじ見ていて、ほとばしる。男性ホルモンに抗い続けている。うん、だからこのナレーションアフレコ終わったら俺はひとまず、その男性ホルモンを爆発、まあこれはちょっとまあカットしとくとして、この衣装いいよな。何がいいってこれもう全てがいいよね。あ、これなぜハレンチじゃないか、なぜウルワシューに止まっているのかというと、まずこのねスケスケよね、この透け感っていうのは非常にですね、これ大事でございます。これが例えば、このね、スカートの部分。このスカートの部分が完全に、もう透けている。あるいはこれがないと。もうつまりレオタードみたいな状況だと、これはもうハレンチでございます。だけれども、そこに1枚ベールを挟んで、その奥に、一体、何があるんだ、イブ、その奥を見せてくれというね、この透け感というこのベールを突き詰めて、1枚このフィルターを通すことによって、それは、ハレンチじゃなくて、麗しゅうに、変わるんだよな。うん、これ分かってくれる人いてるかな。俺が個人的に推しポイントなのはこのネクタイよね。このネクタイですよ。これ視線誘導ですよ、ある意味。で、このネクタイがちょっと傾いてんのよね。これ分かるかい？これね、これ傾いてんだ。これ傾いてることによって一体ね、このネクタイつけるとき忙しかったのかい？自分でちょっと結ぶの苦手なのかいとね。もうそこによって俺たちに、なんかちょっとネクタイ結んでくれませんか、キャベツさんっていうね、そのなんか、なんやろな、ちょっと小説、夢小説的なさ、なんか空想がはかどるじゃん。そこがいいんだよな。特に
私が推しているところといえば、やっぱりね、この横なのよな。うん、横から見た時のこの視覚的美しさ。うん、これ非常に大事ですよ。まあ、そこにね、先ほど言った一つのベール、この薄、透け感のものを、まあ、お尻にやっておりますね。これでシルエットが強調されるんだよね。うん、これね、透け感がない時の方がシルエット強調されるじゃないか、キャベツ。それなんて言ってんの、何を言ってんだ、お前はって言われるかもしれないですけど、この透け感があることによって、その奥、追求したいな。それどういう形なんだいっていうね、この、ね、わかるかいわかるかい。ただ、奥を見たい。奥を見たいけれども、その奥に行くための何度かの壁を破りたいんだよ。人の人生が奥深くなるもの、それは何なんだい？人生の中で苦悩、そういった壁を乗り越えて、ようやく楽しい。そして、人生は輝く。これと一緒なんだよ。な、わかるか？だから、それを用いることによって、この衣装っていうのはデザイン力が高まっていく。つまり、この透け感があることによって、レベルが高くなると。あ、素晴らしいね。本当にこれもう素晴らしいの一言ですわ。で、この胸元もね、これ非常にいいじゃないですか。まあ、ここについてはちょっと俺物申したかったりするんだけども、まあ、特徴、特筆すべきよ。ちょっと待って、これも。フォトモードで見ていただきたいですね。これね、フォトモードで見た方がわかりやすいっすわ。これね。ちょし、これ大丈夫これ大丈夫なんかな ?YouTube 的にこれ、OK なんかな。一応、被写会。うわ、これ最高じゃねえかよ、お前。待ってくれよ。何ができるんだ、これ。露出。あ、この辺でね。露出ってそっちの露出ちゃうからね。コピーライ、あ、ロゴとかこれいらねえんだよ。ライティング。おー、なんだ、これは。キャラクター。あ、キャラクターで。あ、なるほどね。あ、すごいね、これ。いや、ほんと最初からやってくれよっていう、気持ちでしかないんよな、この、フォトモードは。あ、これわかりやすいね。ちょっとできるだけ近づいていきますけれども、これほど美しい、もうなんか空想上のやっぱ美女やなって思うのも大事だけども、その奥に人間さっていうのが必要なのよ。現実味があるというところの訴求ポイントとして、このテクスチャ感ね、この肌感って言ったらいいの？なんやろね、この細胞という皮膚、この皮膚のさ、この感じが伝わってくんだよね。まあ、そこがリアルにわかるのが、やっぱりこういった、ちょっとした横から見た時の、見えてる衣装。これ非常に大事ですよね。ほんとこれすごいな。なんだろう、一生喋れるな、この衣装について。で、ここな、この太ももとかもいいじゃない。この最近のゲーム、ある程度ここ凝ってるけどさ、このムチムチ感いいじゃない。いいですね。これもう、なんもね、満点ですね。で、走った時もさ、これ。あ、もうこれ、いいじゃない。ね、これね、俺さっきさ、このゲームまた新しく、初めからプレイしてたんやけど、分かったのよ。このゲームね、何がすごいって、一つ一つの、なんやろ、このボーンが組み込まれてんだな、多分。ケツもそうだし、お胸もそうだけども、一つ一つね、揺れが、個別に用意されてんだわ。だから、まあ、ムービーシーンとか見てたら分かるんやけど、胸のね、揺れ感とかが、実際に、なんかその、動いた時の、現実的な動きをしてくれんだよな。うん、これすごいんだよ。ここをね、みんなこだわってほしいのよね。ゲームって。ある程度露出しました。ほら、オタクさんたち、ゲーマーさんたち、喜ぶでしょう。思ってると、ちょっとちゃうで。うん、一つ一つボン仕込んで、揺らすっていうの、これ非常に大事ですからね。もうこれ、これが夜、非公式儀礼服でございましたよ。で、他にもね、追加されてるんですよね。これね、こっち見ようか。ちょっと、先にね。これな。これすごいんじゃないかと思ったらそこまですごくもないな。これ普通やな。ただ、太陽通がだいぶ揺れていると。ああ、いいね。これケツを強調してるね。でね、俺さっき気づいたんやけど、このステラブレードのイブちゃん、まあ、これキムヒョンテの聖域なんかもしんないですけど、走るときにさ、前鏡になるのよ、これ。この前鏡って現実的な走り方ではないんだよ。確実に変な走り方なんだけども、これなぜやってるかというと、遠近法なのよね、確実に。これ走ることによって、顔が前に行くことによって、おケツが、対比的にでかく見えんだよ。うん、これね、すごい、よう考えられてんなって思ったわ。うん、今更ね。ただね、これね、ほんまに比較がおかしく、比較対象おかしくなってるから、ケツがでかすぎるように見えんだよな。うん、ちょっとでかすぎんなっていう。ケツでかいんだよ、イブちゃん。おいで、まあ、これ特に言うことなかったな、夜は。まあ 2B の服でございますわ。まあ普通じゃんこれ。普通じゃん。
でも 2B、 うわでもこれすごいぞ。あ、 2B っぽい感じになってる。わかる、これあのオートマタやった人ならわかると思うんですけど、あの 2B ってね、ケツめちゃくちゃテカテカなのよ。それがちゃんとリアルに表現されてますね。これ素晴らしいっすね。で、あの1個見せたいのがこれね、レオタード姿ってあったじゃない、 2B。 これどうやったらレオタードになるのかというと、一回死ぬんすよ。死んでボンプを使うことで確かいけるっていうのを俺は聞いた。それを見てみたい。言ってくれ。ちょっとな、ニューゲームプラスでやってるからだいぶ体力とか多いのよね私。ちょ、死んでくれ早く。でもいいですね、やっぱこの 2B の衣装ってほんま秀逸よな。あの、殺してしまった。あ、いけるか。 2B ほんまにすごいっすよね。あのね、 2B ってこのゲームキャラクターにおいていっちゃんセンス高いと思う。あのチラリズム、そして透け感。あ、これ、あれ、いける。あー、そうそうそう、これこれね、あ、これです。あー、来ましたよこれが。これすごいな。いや 2B よりすげえぞ。見てくださいよ、このうわ、リアルやねんな、このイブの体育というか、このなんやろな。いや、これすごいな。ちょっとこれをフォトモードで見ると正直まずい気がするのであれなんですけど、このね、ケツを、ケツの理想を突き詰めてないのよこのゲームって。わかる？あのね、プリケツじゃないのよね。プリケツなんだけど、まるで、なんだろう、理想のケツじゃないじゃん、これ。やっぱ、個人的には理想なんだけども、なんて言うんだろう、横に膨れてないというか、もう、ザッエチのケツみたいな。そういうのじゃないのよ、これ。それがポイント高いな。筋肉ありきの体なのよ。これわかるかな？これ伝わるかな？で、走るときにこのね、シワが寄る感じとか、何やろ、一種のカエル化現象感あるんだけど、なんか理想のさ、キャラクターがこんなハレンチな服装してて、ちょっと下品だっていう。まあ、そういうカエル化はないことはない。ないことはないんだが、ちょっとリアルに落とし込んでんのよな、このケツあたりが。だからそれ通り越して一周回って、これが大好きなんだよな。いや、今回のダウンロードコンテンツね、1100円ってちょっと高ない思ったけど、これは、これはいいですね。なんか最近のダウンロードコンテンツの中で私個人的には一番楽しんでるかもしれん。これ PS5 Pro はこのダウンロードコンテンツのためだけに買ったとしても、もう全然許せるね。ま、ちょっと、ま、これに12万とか考えていくと高すぎるけど、高画質でこれを見れるのはだいぶ感服極まりねえな。いや、非常に、非常にいいですね。非常に良かったです。非常に良かったです。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、冒頭でもお伝えしたようにめっちゃきしょい回だったと思います。しかしながらたまにはこういう動画もいいでしょう。私自身もね、非常に楽しませてもらいました。1100円ってね、ダウンロードコンテンツでこの内容量で1100円っていうのはだいぶ少ないんやけど、セラブレードをこっから購入してプレイしようという方にだいぶおすすめのダウンロードコンテンツにはなってるよ。逆に私みたいに一回クリアした後何もやってなかった人は、ちょっと手間かかるから、もう映像上だけでええっすわっていう方別に買わんでええと思うんやけど、私は満足いたしました。はい、というような感じで、今回以上となります。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン X なんかもやってるんで登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。日本を舞台に繰り広げるのは初めてで、俺たち UBI サンシャイン。でもどうする、日本は歴史が深いぞ、難航する歴史決定、ここで湧いてきたスイートベイビー。奴らによればこれからのゲームには有識人種が必要不可欠。そこで考えピストル打線風の歴史改変、侍の部そこにたまたまやすけ、これしかないひらめいたみんなで OK 頑張って、歴史交渉頑張って、日本に詳しい人頑張って、作ったシャドウス後悔すれば批判殺到。
者で怒った日、武士は全員セイザー、俺たち UBI は一生不滅。主人公はやっぱやべえ、日本の歴史に詳しい専門家やっとえ、文献書も小説いろいろ漁った結果、イエスケって実はそんなにすごくないんじゃねえ、高く枠を私たちの歴史で埋めた。難航するコンセプトアート、ここでは言ってきたイーロン・マスク、やつによれば多様性は芸術をこなす、いやいやシャドウズは歴代最高の朝クリ、なめんなイーロン・シャザイーロン・いいね非表示、ここでやらかしちゃいな、日本向けなのに中国字幕、ビアンセレイコンセプトアート、やすけ機能下の後悔、なめんないな色にシャッター、色いいね非表示、ここでやらかしちゃいな、日本向けなのに中国字幕、武士は全員セイザー、俺たち UBI は一生不滅。